えー、弁証法ということについて申し上げます。えー、まあ、代表的なのはヘーゲルの弁証法なんですが、えー、弁証法というとまあ、非常に難しく感じられますね。あの対話法です。あのヘーゲルの対話法といった方が分かりやすいです。なんだか難しいでしょう。で、対話法という。 観点から言えばそれはもうソクラテスの時代からずっとあるんですねディアレクテークだからそれでヘーゲルの弁証法を,をまああまりにも難しいので、まあ、みんな一生懸命読んだのであのどうしてもそれについてまあこの辺はあの確かにあのヘーゲル自身が弁証法という方法論を最初から持っていたわけではないしそんなふうに規定したわけでもない。 それであのこれをあの正反合というその三子構造の連鎖にあの型にはめて考えるのは大きな大間違いですそういうパターンを持ってるのは確かですけどあのこれをあの形式的な型に入れるとですねそれ形式論理学ですかって言いたくなるようなあのそういう型を持ってはいないということその型を崩すのが弁証法なんですよ。 でこれがあのまあ弁証法についてはご覧になってくださいあのさすがに日本語のウィキペディアもずっと書いてますねこの辺はやっぱ西洋の学問についてはかなりしっかり書いているじゃあ音楽の世界この ヘーゲルと同時代、つまりナポレオンの時代にベートーベンがいたんですよね。ベートーベンのこの第4楽章、これ大好きな、もう若い頃、随気の涙を流したフルトベンクラーのバイロート祝祭管弦楽団の演奏、4楽章。これ弁償法ですよ、この音楽は。だって、オーフロイントニストディゼテーネって言うんだから、オーホモヨこのような音ではないって言うん 否定するわけですよ。そうして楽器に対して声が出てきて声が否定するわけです。それはね弁証法なんですよ。で、こういうとそんな馬鹿な弁証法は思想だろうと考えたら、それはかえっておかしいんです。弁証法というその型があるんじゃないんです。それは単に文字で書かれる思想だけであるというのもおかしな話なんです。 それは当時の時代の流れだったわけですよ。それはナポレオンが登場した時代の時代を反映している。それはヘーゲルはそれは思想家だから哲学者だから文字で書いた文で書いた本にしたベートーベンは音楽家だったから作品にしたわけですよ。だからあのこれずっとあの一学長からの。 主題、テーマを否定していくんですよね。否定して否定して否定して、最後に最後に「おおよこのような音」ではないと人間の声が否定するだからあの型にはめて考えて弁証法をヘーゲルの思想だとか、まあ、そのマルクスの思想だとか思想の中だけで考えると見誤ります。 そういうものを客観想定してはいけないんです。そこはあのよくよくヨーロッパの思想を見ないとですね。あの。翻訳されたヨーロッパの思想で考えてたら、あのヨーロッパを見誤ります。よ、それであの。 公共曲の第5番もそうですけど、ベートーヴェン,ンがもし世俗的な人であればですね交響曲第3番あ,のある英雄の思い出のためにというふうに書き直したんだけどあれもともとはボナパルトっていう名前だったタイトルだったそういうあの音楽の名前にしてたんですナポレオンに捧げるためにでナポレオンが皇帝になった時にそのボナパルトを鉄片に激しく 決してある英雄の思いい出のたためにと書いたんですベートーベンが世俗的な人であれば皇帝これはあなたのために作曲しましたと言うでしょうねそしたらあんな苦労しなくて済んだんですよあんな貧困の中で死なずに済んだと思いますよまあナポレオンも失脚したからですねどうなったかわからないけれどもあんな苦労はしなくて済んだと思う でベートーベンはあの作曲家という芸術家には珍しく生活感のしっかりした人だったので金銭水悼帳もしっかり残してたんですよね。それであの何を申し上げたいかというと弁償法だから弁償法という枠にはめてそれから全部を弁償法的に見ようとかしたらあの思想を見誤りますよと。ベベートートンのこのこ あの大工交響曲の4楽章なんか典型的な弁償法弁償法的に発展するから第5番もそうだしでそれで第3番っていきなり全合奏の2つの,あの和音から始まるんですよね有名ですねこれは実はハイドンが交響曲第61番でね1回だけですけどドーンと鳴らすんですよねでベートーベン2回鳴らしたんですよね それであのハイドンは、まあ、またあのハイドンのことについては別に申し上げますけどベートーベンはそうやってそれまでの助,助走がついている曲があの普通だったんですよだから1番でも2番,2番も確か助走があったと思います最近聴いてないですから分かりませんしいきなり助走なしに全合奏というのはそれまでの音楽に対して あのアンチテーゼを立てたんですね。これ第五番もそうですよね。四番は助走があるでしょう。でこの辺にやっぱり弁証法的に発展してるんですよ。じゃあ、言語はどうかとバイエンは。条理は弁証法ではないんですよ。これはバイナリーツリーだから。上は元木の、木の枝なり、利はその、利はシステ、利は。木の、えすみません。 上はは元木のの枝なりはその筋なりりそ筋ですねだからこれはあの外部システムと内部システムのことを言ってるんですねエクスターナルシステムとインターナルシステムかなそのことを言ってるじゃあ言語の広本改訂詞はどうかというとこれは弁証法的に発展したんですまず言論を書いたんですよそしたらあの自然からですね天地世界からね天地から大友よ そののようななものではないと否定が来るんですよでガーンともう「あうわ違ってた」という,うあの第2項「水臨詞」っていうのを書くんですよね。で水臨詞,詞からも漢文ですよね漢文で書いたそしたら「大友,友よそのようなものではない」という風にねまたガーンと来るんですよ。でまた水臨詞を書き直してね元気論にしたりね。で第10項から言語に変わるんですよね。 そしてそしたらまた王、まあ、友よと言ったかまあ友は友ですよね王友よそのようなものではない我はそのようなものにあらずと自然が言うわけですそしたらあの一貫本言語がだんだん発展していって三貫本言語になって45歳ぐらいの時に時空観論が入ってきたんですよね。で時空観論が入ってきていくらかよくなったかなと思ってたらやっぱり王進むよ。 我ははそののよううななものででいとこう言うわけです自,然が、ね、その自然が言うと言ったって別に言葉で言うわけじゃないですよその神様じゃないからねドーンと「うわ違った!」と思うわけですよ「うわ違った!」書き直さなきゃって書き直してそしてアメリカ独立っていうのがねそらくね、あのー、情報としてねもう伝わってきたんですアメリカが独立する新天地が開かれるらしいこれは書き直さなきゃって言うんで暗げ4年本ができるんです でアンエア4年本の完成の年にアメリカが独立するんで合わせてるんで実は年号を合わせるんですこれがねワンワールドートの一つの手法なんですそれ以外に残せるものがない年号と音だけそれは残すんですそれは変わらないからそうしてあの第23回23回目の広報改訂で「安弥4年本全8巻」ができて あの形としては全巻でほぼ完成した完成したんですそれから長崎に行ったらわわっとまた新しい天文学の知識がわーっと入ってきてねうわーっとこんなんじゃなかったというんでまた書き直すんですよそしてもうあの「典型に打たれたがのごとく一途にのばらず」っていうのがそこで出るんですよ第24回目の開講本「天明本」ですこれ上書本というのは間違いです最近私はそう確信するようになりました。 安永4年本で完成したというのは間違いです。あれは「安永安永4年本」第24回目の改訂版が「あの天明本」そう言ったらいいんです。で天明本3巻で改訂途中になくなったんです。だからあの改訂は終わらないです。それであのだから言語は弁証法的に発展したんです。 たただ常理を弁償法だ法と言ったらそれはテーゼなんですよ。で自然界からアンチテーゼが出るんですそして悪戦苦闘してものすごく考えて考えてもうもう,うわーっていうぐらい考えて水臨士っていうのができるわけです。そしたらまたそ,それがテーゼになるでしょうそしたらアンチテーゼがバンと出てテーゼを立てたからアンチテーゼが出るんです。 そしたらまたわっと一生懸命考えて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 苦労して考えてこれでいいかなと思って手勢を出したら自然界がまた違うって言うんですでうわっとまた考えて考えて考えて悪戦苦闘してもう尋ねる人もなくもう苦労して苦労して甚だ苦しきことにござそうろうと言ってるんです甚だ苦しきことにござそうろうと考えて考えてあいに4年本まで行ってややややすきを得たりと思って。 長崎に行ったら「うわまた違った!」って言うんでまた書き直して途中で死んじゃったんですそれであのー、最後にどうしても南半球が気になったんでしょうね天の南極に頭を向けて死んでいった南枕ですよ北枕じゃないです我が頭を押して正しく南に向けしめようと言って死んでいったえー 最後までね筆を置かなかった人としては雷三葉はですねもう筆を持てなくなるまで死のごくわずかまで筆を持てなくなった時に死んだんです馬芸もそうなんですもう筆は持てんともう筆持てんから天の南極の頭を向けて死んでいったんですいやーかっこいいですね 舟は最後にねじーっと仰向けに寝ていてね手をパチンとたたいて「はいこれでおしまい」と言って死んでいったそうです。まああのねかっこよく生きてかっこよく死んでいきましょう。ではこれで終わります。